西谷西国は埼玉県加須市北市も新井に所在する池である。ほぼ自然のままの姿が残されている自然地層である。南方に前帝寺池が、北方にお花池がそれぞれ所在している。埼玉池は北西方より近くに接近できる。東方を流下している東下地排水路の東側には小包みと呼ばれている旧堤防が残っている。 これは、かつての利根川急流路の一つである浅間川の名残で、ある。埼谷が、池は1757年に浅間川が決壊した、際に形成された。所在地は、この浅間川の左岸よりの堤防の外側に、該当する。浅間川は、かつての埼玉郡と葛飾郡の境界をなしていた、河川であった。このため、浅間川が締め切られた後も、流路跡が、 群境をなしていた。池の水は主に雨水、地下水などにより、保水されているが、地下の身音は通じていない。また、水深は浅く、水温は高い。このため、レンコンなどが栽培されていた。浅間川の堤防の外側に形作られたこともあり、外池とも称する。また、お谷が、池とも呼ばれている。小谷が、池という名称は、問い遣い川村の白倉より、 ことより村の大官所にて、女中暴行に従事していた、お谷という美しい娘の説話に由来する。ありがとうございます。